ソンフン、新ドラマ、完璧な結婚のお手本に、出演決定、チョン・ユミンと共演を仰せ2023年7月13日16時43分写真イコール、汚染 DB 俳優のソンフンが、新ドラマ、完璧な結婚のお手本の主演に抜擢された。13日、ソンフンの所属事務所、スタディオンエンターテインメントは、汚染との取材で、ソンフンが、完璧な結婚のお手本に出演すると公式コメントした。同名の人気ネイバーウェブ小説を原作とする完璧な結婚のお手本は夫と家族に復讐するために契約結婚を選んだハン・イジュと彼女を妻に迎えるために契約結婚を演じる男ソドプクの物語を描いた恋愛復讐劇。劇中で、ソンフンは、韓国屈指の大企業の創業者の孫、ソドクク役を務める。ソドククは30代半ばの、インテリアプラットフォーム会社の代表で、通りすがりの人も振り向かせる外見や長身を持つ、魅力的な人物だ。彼に先立って、ヒロインのハン・イジュ役として、女優のチョン・ユミンのキャスティングのニュースが伝えられた。ソンフンは、外見、スペック、家まで全てを兼ね備えた完璧な男に変身して、チョン・ユミンと恋愛の演技を披露すると期待されている。完璧な結婚のお手本は、現在撮影を進行中であり、具体的な編成の時期は協議中だ。演出は、TV 朝鮮、結婚作シリコン作曲3の、オ・サンウォン監督、脚本は、KBS に、リピートラブあなたの運命変えます。などを執筆した脚本家のイム・ソラが担当した。ソンフンは2011年 SBS ドラマ不要格の女たちから新規イ・サンデンでデビューした。その後、新イ・シンギ-家族の誕生、熱愛、ドキドキ再婚ロマンス子供が5人、ジレッタイロマンス、サウンド・オブ・ハート、リブート、結婚作シリコン作曲などに出演した。昨年は SBS ドラマ、私たちは今日からの主演として活躍した。また、MBC バラエティ番組、私は一人で暮らすを通じて日常を公開し、視聴者の支持を得た。元記事配信日時、2023年7月13日11時42分記者、キムナ4。